ユリシーズ・ジャン・ヌダルクと錬金の騎士は、カスガ・ミカゲによる、ライトノベル。イラストは、メロン・トマリが担当している。ダッシュ X 文庫より2015年8月から2018年11月まで、刊行された。百年戦争をテーマに、妖精たちが住まうフランスの地にて、幼い頃の約束のため、歴史上にいた力あるものが持つ、ユリスになるための研究に明け暮れていた。 錬金術師、モンモラン氏と彼との出会いで、ユリスの力を身につけた少女、ジャンヌ・ダルクが織りなす物語。コミカライズ作品、ユリシーズ・ジャンヌ・ダルクと百年戦争の秘密が、ニコニコ性がないの、水曜日はまったり、ダッシュ X コミックにて、2018年2月28日から11月14日まで、配信された。作画は、ジンバ・マリアジュと平踏み、シナリオ協力は、 平田黒丸。原作及び後にアニメ化されたものとはタイトルが違う通り、ギャグを含めた独自のシナリオを撮っている。2018年10月から12月にかけて、東京 MX 他にて放送された。ナレーションは、石塚運ん8話放送の翌週は、ブルーレイ版、第1話のキャストスタッフのコメンタリー放送、配信が行われた。ありがとうございます。